こんにちは、マリーズです。デトロイト始めていきましょう。トップクラスの家事アンドロイドですよ。レシピの種類はなんと1万。ほらゾーイ、行くわよ。保険は200種類。しかも小学校から大学まで。ここはアンドロイドのお店のようですね。ねえ、あなたすごいと思わない？こういうのが欲しかったのよ。家事アンドロイドだそうです。ただいまこの機種はすべてキャンペーン価格で販売してまして、48ヶ月間無利子の7999ドルでお買い求めいただけるんですよ。しかも部品と修理は2年間の保証付きです。よし、買うよ。ありがとうございます。商談成立のようですね。ではあちらでオーダーの手続きを。はい、こちらのお客さんはどうでしょうか。さあ、どうぞこちらへ。機能が増えたとしても値段はもっと高いんだろう。まだまだ検討中のようですね。いかがです。あ、こちらにね、寄ってきましたね。整備にちょっとばかり手こずりましたけどね。かなりひどい状態でしたよ。何があったんですか。引かれたんだよ。ただの事故さ。ああ、なるほど。引かれた、車に引かれたということですか。もう新品同然ですよ。ただリセットしたのでメモリが全て消去されました。大丈夫ですか。問題ない。よかった。名前はどうします。娘がつけた。X400、名前の登録を。カーラ。私はカーラ。ここは2038年の世界です。そう遠くはない未来ですね。女性のアンドロイドにね、女の子が甘えてますね。そろそろ帰りますか。ああ、ローズ。タスクがね、ベリーにペイント店に行くということみたいですのでね、進んでいってみましょう。水たまりがあってね、雨上がりの天気の良い日ですね。おい、水を。さあ、こちらに行ってみましょうか。エドワンついてますね。あ、なかなか困窮している感じの人がいますが、あ、なるほど、仕事がねないということなんですね。なるまでね。
に渡れないので、ちょっと待ってみましょう。街並みはね、そんなに特別新しいというわけではなく、古いものと新しいテクノロジーが融合した街になっていますね。はい、青になりましたね。あちらにね、ワゴンがありますね。何か売っているようですね。ホットドッグでしょうか。おい、うせな。客が寄りつかないだろ。随分な言われようですね。アンドロイドがいると売れないとでも言うんでしょうか。向こうにもね、アンドロイドがあって力説してる人がいますね。ちょっと見てみましょうか。魂の宿らぬ生命だ。そんなものは真似に過ぎない。悪魔め、私に一体何のようだ。正体は知っているぞ。全てお見通しだ。貴様は邪悪な者どもを呼び寄せる存在。貴様がデトロイトを崩壊へと導くことになるだろう。一個人をね、攻撃しているように見えてしまいますね。人がアンドロイドを攻撃している、そういった感じでしょうか。個人攻撃はね、意味がないですよね。さあ、ベリーニペイントにね、行きたいですが、こちらですね。ID 認証完了。店員さんもアンドロイドですね。オーダーナンバー847、$63.99です。お支払いの手続きを。支払いを承認。手続きを。支払いも簡単ですね。はい、それではね、品物を持って戻っていきましょう。ありますけどね、少し見てみたい気もしますが、あ、歌ってる人がいますね。ヒューマンミュージック。人はね、人ということに誇りを持っているんですね。それが売りのミュージシャンですか。どうなんでしょうね、これね。はい、じゃあね、行ってみましょうか。さあね、じゃあどこに行ったらいいのかなということなんですけどね。ちょっとね、見てみましょう。 R2 でね、バスに乗って帰宅するっていうことですね。次はね、バス停ですね。どこなんでしょう。ここバス停っぽいですね。並んでますしね。いやいや、ここアンドロイドのパーキングなんですね。アンドロイドってパーキングにこうやってね、いるわけですね。ああ、やはりね、物としての扱いですね。人間の形しているので、ちょっとなんか変な感じしてしまいますね。ここはホットドッグ屋さんですね。ああ、またね、集会ですね。アンドロイドを攻撃するような内容でやってるようですね。アンドロイド、やるべき時は
おい、どこに行くつもりだ？ん？面白い。お前ら、アンドロイド様のお出ましだぞ。ねえ、こいつ見てみなよ。仕事は盗めるくせに立てないんだって。ただの嘘話ですよね。これが人間かと思うとね、嫌になっちゃいますけどね。一人のね、アンドロイドをめぐって、ただの嘘話ですね。逃げる気か？たっぷり痛みつけてやら。ほら、やっちまえ。やりな。おい、こら。もうやめろ。話してやれ。いいから邪魔しないでくれよ。傷つけたら罰金食らうぞ。仕事を奪われてから後悔するなよ。そうだな。ほら、もう行け。そうですか。1アンドロイドを攻めるのはね、お方違いですよね。もっとね、根本の部分も変えていかないとっていうのはね、集会あるならやってほしいと思いますけどね。さあ、ここね、アンドロイドをね、売っているお店ですね。まあ、こういった形でね、人の形をしたものが売っているのは、やはり違和感を覚えますね。あ、ここはバス停っぽくないですか？そうですね、多分ね。はい、ここでバス停、バス待ちましょう。入りましょうね。ずらっとね、立ったまま乗ってますね。あ、そういうことではなくて、アンドロイドは後ろの荷物を置くようなところに並んで立ってますね。前の方の席は人間だけと、そういう住み分けなんですね。先ほどの子守りをしていた女性のアンドロイドが思い浮かべられて、何かちょっと複雑な心境になってしまいますけどね。さあ、ということでね、今日はここまでにしたいと思います。こういう感じでね、分岐していくストーリーなんですが、まあ、さほど今回はね、分岐もせずに来たんでしょうか。ということで、この続きはまた次回やっていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。